村井さんはゴージャスさんのことをどう思いますか。いや直球でいい質問ですね、うん、いい人だよね。いい人ですね、うん、すごくいい人です。いい人すぎてね、うん、地上波で売れない理由もわかります。ひな壇でガツガツガツいけない的な、はい、うん、周りを立ててしまう感じ、うん、私も地上波でその芸人さんがテーブルを囲むときにこう、うん、中に座るということを4回か5回やってますけど、うん、あの時の芸人さんの頃ガツガツ感とかやばいんで、うん、やばいっすね。もう他人が喋ってるか関係なしですからね、うん、俺がで、うん、うわーだから、うん、そんな中でジャスゴーパイセンは入れないね、うん、喋る時はさ間もあるし、うん、ためもあるし、うん、ちょっと待ってって言って一瞬シーンとなっても喋ろうと思ったら誰か他の人も喋ってるよ ね、 そうですね。自分にねカメラがね来るのをね待っているとジャスゴパイさんは多分ネタはやれないんですよ。他人の人がもう話し始めちゃうからなるほど。だからセットアップされないとね、うん、今がジャスゴパイさんの出番ですよってセットアップされないと今のところなんかいい人だけど芸人としてはダメじゃないかみたいな推しが弱い空気が、あーなるほど。だからレッドカーペットとかああいう、うん、あーなるほど、自分の出番持ちネタを見せるみたいな番組だったらいいと思うんですよ。たらあのね、ほんとひな壇でとかみんなでトークスタイルでとかだと、うん、ジャスゴーパイセンのあの推しだときついんじゃないかな頑張ってほしいね、うん。